カーリングしたいなって言うた。何て言うた。さあでか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 でいやもう今大人気で。いやそんなことないよ別に。すごいですよね。いやいやいや、そんなとんでもないです。でもなんか河合さんもやっぱりこう芸人さんになられて、はい、こうまあ下積みと言いますか、はいはいはい、まあ、今のコンビを組まれるまでにいろいろあったんですよ ね。ありましたありました。いやだからもうそういうのも田崎から聞いてて。ああ聞いてた。すごいなっていう。ああ、いやいや、そんな今はね、本当にヤジロベーとして活躍されてる。ああ、違う違う、さ、それまでいろいろあったんですよね。その原点に戻ってるはそれやった。ああ、そうか。最初スタートがそれやった。あ、そうか。はい。で、うん、クリスマス水風船パンパンプレゼント出てき時代とかあったんですよね。それさ、ちゃんと説明するの分からへん。バイトしてたバー の、はい、その周年のイベントがあったから、はい、そのお店任されてたから、はい、水風船空気膨らまして、はい、その中にあのワンドリンクとか書いた紙を店の天井にわーって100個ぐらい貼り付けて、はい、お客さん待ってたら一番最初に入ってきたのが藤崎マーケットの田崎やったっていう。田崎からも聞いてます。その一番風船が部屋中お店中にある時に、はい、たまたま行ったんですよね。はい、まだ一つも割れてない時かな。ですよね、うん、なんでラッキーセブンの甲子園に入ったのかなって思ったって。風船だらけ、ジェット風船だらけみたいな状態でしたけどね。7回裏なのかなってびっくりしたとは言ってました。あ、そういうことか。今日もね、はい、ちょっとびっくりメニューで、はいはい、サプライズと言いますか、驚いていただきたいなという冒険でございます。ちょっとそのほんまによくあるじゃないですか、 YouTuber の人が、はい、あ、これとこれ、いやそれはちょっと食べたらあかんてっていうような。そう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 、 それです。あ、いやいやいいですか。はい、じゃあ今回の食材発表したいと思います。はい、今回の食材はこちらです。バーン。あ、音おもんないね。マイカリキムカニクモ。全然聞き取られん。カニカマでしょ。はい、カニクム。いや、カニクムって言ってる。カニカマな。あ、カニカマ。あ、カニカマ。あ、そうだ、カニカマで思い出したんですけど、うん、なんか河合さんは、はい、なんかカニカマをなんかカニとしてなんか出されてたっていうなんか面白い話があるんですって。いや、もう全部言うてもてるやん、それ。なんかどうぞどうぞ。じゃあ、どうぞどうぞ。爆笑必至のなんか面白い。あ、いやいやいや、カニカマをカニだっていう。アホやアホや、こいつ。家貧乏やったから、母子家庭で。はい。お母がそのカニ屋でカニ屋でってたまに出してくれてたのが、大人なんて分かったらカニカマやったっていう。無理してる無理してる。無理せんでいいよ、そんな。そんな思い出のね、はいはい、カニカマ。まあ思い出の品ではあるよ。これを使うんですけども、はい、これにとんでもないものを合わせて食べてみようっていう。はいはい。何を？いきますよ。はい。発表します。はい。こちらです。なるほど。マリオーニーマリオーニーネイティブなんか何なんか分からんな、発音が。マヨネーズな。やべー、このどうします。もう直接か、うん、もうこの辺にちょっとこうで、どっちでもいいよ。もうマー君に任せるわ。固めましょうか。じゃあちょっとね、うん、これで皆さんこれ分かると思います。ここにこうして、うーわ。いやいや、あるよ。いや、ちょっとな。これ行きますよ。え、行きますよ。いや、ええよ、行きの。一体どうなるんでしょうか。行ってみましょう。せーの、いただきます。いただきます。行きます。いや、ええよ、手で食べる。手で行きますか。え、じゃあもう、うん、先行。いやいや、どっちでもええけどさ、マジ知ってるもん。うわ、パパパパ、めっちゃ、うわ、聞いた。うん、まあほんまにめちゃくちゃ美味しい。なんか久しぶりに食べた。久しぶりも何も初めてでしょ、これは。いやカニカマはあるでしょうけれど。いやいや、毎回つけるよ、マヨネーズ。いや、いきますよ、本当に、うん、いや、ちょっと河合さんよりつけたいと思います。いや、食いしん坊なだけやん。うわ、結構いくの。うわうわ、
うわって思うぐらいの量いってるで、でもそれ。うわ、いきます、うん、よし。あれおもんないな。おもんないな。ああ赤になってる。あーええー、何うめえ。いやいや、想像つくやん、これは。特にうん、えあれ、あ、違う、木の先かと思った。いやいや、うわ、木の先、そのカニの、いやいや、もう違うっすね、だから違うよ、カニカマやから。すごい、もっと美味しくなった、これ。ああ、そうそう、まあ、カニカマだけで食べるよりな、なんかちょっとサラダみたいな感じにはなるやん、やっぱり、ね、サラダとかね。ああ、いや、あるよ、カニカマサラダ。これどうですか、カニカマとこのマヨネーズを、はい、ちょっと あえる感じで。ああ、いやいやいや、なんかサラダとかどうですか。あ、いやいや、言いましたよね、もう、だから僕は。いや、ねえ、いやいや、ねえじゃなしに、え、聞こえてません、僕言いましたよ、全く一緒のやつ。何を。いや、もうマヨネーズであえて、はいはい、カニカマサラダとかあるよ。そう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 、そう、僕ね。あ、違う当時は、こういうか食べ方はないですもんね。いや、あるよ。もうなんか、泣いてます。いや、泣いてません。いや、泣いてないよ。なんかすごい。何が。感動です。いやいや、泣いてないゲストの涙を。いや、泣いてないよ、見てよ。屋上に住んであったんでしたっけ。ああ、まあ雑居ビルの屋上にね。うん、うん、え、エレベーターで何階も住んでた。あるある。うん、まあそれは驚いても不思議じゃないよ、変やから。やっぱり今あるのこと思い出して泣いてたんです。ああ、違う違う、あるのこと思い出して泣いて、いや、ね、泣いてないから俺。いや、ということで河合さんのおかげもありまして、はい、今回の冒険も大成功でございます。いや、まあ成功なんやったらよかったです。そんな今回の冒険は、はい、わっわっわっ、あ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 れあれ、あれ、なんで最後はっきり言わへんねん。出てね。ということで、母さん、ありがとうございました。あ、いえ、ごちそうさま。また来ていただきたいと思います。お願いします。今日は以上でございます。ごちそうさまでした。